やる気満々になる感じ。夢の中にいるような感じもするし、現実世界のような感じもする。なんか休みの日に聞きたくなるよ。なんかアニメのオープニングみたいでかっこよくて、何を言って歌ってるのかよくわからないわ。急に言われても、この人天才だよね。うん、好き。むしゃくしゃした時とかに聞きたいなって思いました。なんかすごい明るくて軽くて気軽に行けるような感じでした。なんか歌と声が本当合ってるよね。新生活にぴったりでキラキラしてる曲なので、毎日朝に聴きたいなと思いました。いい曲でした。歌詞が悲しいのに、曲調が楽しいところが不思議だなと思いました。プロダクション is good。 あんまり日本語わからないけど、It's fun、yeah、面白い。どの曲が好きだった？わかんない、なんかみんな同じに聞こえて。歌は確か上手いよ、ね、声出す。ありがとう。マイマチャキのアルバム、マイマチャキのアルバム、サイン、5月7日。ニューアルバム、サイン、5月20日。5月7日。5月7日。千秋まゆむら。千秋まゆむら。前村千秋のニューアルバム、サイン。前村千秋のニューアルバム、サイン。5月7日。あらってこと。前村言うの？前村千秋、サイン。あ、5月7日。サイだったっけ？サイ。5月7日、前村千秋、サイン。アルバム出るよ、買ってね。よろしく。で